あ、どうよこれ。あれこんな顔だったんだあいつ。さてさて、まあ一回はやられてしまったが、しまったが、ここに来て、ここに来て変えようかな。あ、やっぱ防具が悪いと。いや、まあ防具の見直しも必要かなって、必要かなと思ってね、思ったわけ。あーはーはー、やっぱりね、ハベル、ハベルだよ。ハベルはやっぱりしっくりくる、しっくりくる。あ、かっこよさもある。はいはいはい、完璧。そういうわけだ、行くぞ行くぞ。ほらカサカサ言いやがって。見えない見えないって。無駄にいくぞ。行け、無駄にできんの。ほら、まずはやつの、向かうのはやつの生命線、白竜シースの貝柱。なになに、あ、貝柱いや、貝柱みたいじゃない。うまいこと言ったね、さっきの貝と。そうそうそう、その見た目と貝っていうのは解説しない、恥ずかしい。すいません、ちょっといいです。いや、うまいなってちょっと感心しちゃったから、素直に。そしてはい、からのからの、今苦悩している。はい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 、かなり寄って、でこのぐらいから、このぐらいから今ちょっといや、ま、このぐらいから行け、行け、全力全開だったんだ。あれ、あ、あ、うん、あ、2発か、ね、うん、行くぞ、ハッカレンダー、行け、行け、これで決めろ、耐えろー。でも、負けない、負けない、やれ、負けない、行け、あじゃあ、ご利用さなければよかったな。いや、どっちかでした。ご利用して超盛り上がって勝ってたか、うん、負けたか。それなら僕は盛り上がって勝つ可能性にかけたい。かけた。いや、あるでしょ。ある、もう一つだけある。もう一つだけなの。さっき確認しましたら、はい、これ残りが1個なわけですよ。あ、ちょっと買いに行くか。いや、もう狩りでしょ。狩り潮干狩りなんでそんな思いつくんだよ。何が、買いネタ潮干狩りしましょうよ。スプラトゥーンばっかやってっから。おい、あ、はい、やめろ、イカ大喜利でばっか考えてんだろお前。カルゲームの話とか、うん、禁句だよ。え、そう、そうだよ。あ、しかもちょっともうブランドも違いますからね。そうだよ。あ、やっぱりちょっと気にする。気にしよう。あ、さすが、さすが人気実況者さん。そこ構わない反省して人気実証でかっと俺いらないじゃん一人でやれよコーチ。なんか都合のいい時ばっかりコーチのせいにしやがって。何からてめえ俺のお前堪忍袋にもお前ゲドってもんがあるんだ。ゲドあった。あ、なになに、ごめん、何どういうこと。俺の、うん、俺があまりにお人よしだから、そう、そこに甘んじてたわけだ君は。ああ、ごめん、ごめん、思い知らせてたぞそのうちお前か。何何何何つった今さあ、あのソウルは俺はもう置いてくぜそんな端下、端下ソウル。はい、はい、いけ、はい、シース、はい、シース、はい、シースの貝柱を今からは降りに行きます。どうぞ。さあ、こいつを壊して、壊して、悩んでる最中に、悩んでる最中に、いける、はい、いける、よし、いや、たれ、もう一丁、当たった、もう一丁、もう一丁、いいね、ガンガンいけるぞ。これまた、あれだ、これバターン、いけ、いけ、くらい、このよーしいね。んで、ハッカで行くか、ハッカラッシュ。ハッカラッシュで行けるよ、もう。行くよ。うん。いや、いや、チャンス、今チャンス。行け、燃やせ。行け、タコ足、タコ足、もう一丁、最後だ。行け、行け。出ない。出ない、ギリ、ギリ。あー、ねー。ねえよ、もう。あー、長かったー、長かったよー、結構強敵だったね、やっぱり。
何でしたっけ、お化けをが倒せないですよね。そうなんですよ。確か呪い状態になっていないと、はい、幽霊に攻撃が通らない。はい、なので、まあ、だからの呪い状態になるか、はい、または一時の呪いというアイテムありましたな。ああ、ありましたね。まあ、一時の呪いか一時の呪いか、はい、あれを使うことによって幽霊攻撃にできるようになるが、が無視でいいんじゃないかなっていう噂もあるよ。ほんと幽霊、あ、もう今の矢沢にとってはダメージも痛くも痒くもない。まあ無視全然できちゃうし、まあ戦うにしても全然楽勝だと思いますよ。あ、ほんと矢沢だったら釣ってね、釣って、これもあれなんでしょう嘘なんでしょう。嘘、嘘は言わないけど、うん、あの嘘と思って言ってない場合あるから、やっぱあの、あ、なるほど。で道なりに行くと、行くと危ない。あ、今白い毛がありました ね今白い毛がありました。ここ、はい、はい、はい、入りました。はい、入りました。無敵時間も利用しての、まっすぐ行きまして、階段左、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 こっち、はい、まっすぐ行きます。はい、今行ってください、これ。すると、すると左に降りる階段ありますんで、はい、左に、あ、ありますね。あります、降りまして、ね、はい。はい、降りまして。降りまして、あ、コーチ、だんだんあのちょっと不安になってきました。右、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。はいはい、まっすぐ行きますし、先を見据えた、そういう、それこれは、これは何何何、罠、罠です。罠、ごめんなさい、ちょっとコーチ配慮足りなかったね。なんか右にさ、はい、その建物あったじゃん。ありましたね。その中を通っていくんだけど、ほう、もうなんかもうすげえ入り組んでる上に、はい、もう敵屋だから、あいつら壁を積み抜けてくるでしょ。うん、だから歩いてるうちに全部の敵を引きつけちゃって、うわ怖っ、来る、とんでもないく霊感ある人じゃん。そうそうそうみんな寄ってきちゃって、うわ、霊感あるんですか。僕ないと思いますよ、うん、いや僕もないんですよ。ない方がいいですよ。そうですよね。でもよくなんかこう何もない時にこうゾクッとした時は、うん、幽霊が通ったとか言うじゃん。ああ。そういうことはよくある。ほんと？ある。それすらないな。ほんと。うん、あ、でも皆無なんじゃない。うん。俺ちょっとあんのかもしれない。微弱に。微弱に感じれるみたいな。金縛りとかは？金縛りはね、あったね。最近ないけど。僕ね、前住んでた家の時に。うわぁ、やめても、うん。めっちゃなんか、うん、何、寝て、なんていうのかな、起きたら体動けなくなってすごい苦しくなったりとか、すごい呼吸ができなくなったりみたいな時あったんだけど、今の家に引っ越したらなくなったんだよ。いやそれ怖えな。あ、でもね、あ、俺金縛りっていうかね、寝てると、耳元でものすごい爆音がする時ある。なんかバカーンみたいな。い、超怖いじゃん。超怖いね。それそれ。話しまいりはちょっと怖いね。全然俺の話霞んじゃったじゃん。ないわー。いや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 。コーチないわー。なんで、いやー、そこは生徒立てないと。いやいやいや、なんでコーチそういうとこまで気使わなきゃいけないの。世知辛い世の中だわ。だってこんな動画の見せ方も俺はレクチャーしてきたみたいな偉そうなこと言っててさ。見せ方言うから。ああ、大丈夫、大丈夫。ああ、大丈夫。また。あ、パターン B、これパターン B。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。ちょ、こっから僕の記憶がまだ不安要素があります。階段行きつつ、右、右です、右です、右。まっすぐだね。まっすぐ、まっすぐ。うん。で、左。こっちで、もうダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。行くよ。行け。あーつ、これは微妙か。行け、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 行け。で、その、階段、端を乗って。いや、これはどうだ。いけ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 。惜しいっすな。惜しいっすね。これ、矢沢、はい、裸になろうか。え、なになにその、急になんかさ、なんかこう、なんかよからぬビデオ。ちょっと脱いでみよっか、みたいな。その監督風に。じゃあ、脱いでみよっか。矢沢くんっつって。そう。やっぱアイドルだから、そういう。そういう？あー、ちょっとこれダメかな。言い方は難しいな、これ。いや、もうね、うん、全年齢対象でいきましょう。全年齢対象でね。はい。
監督みたいだったね。いかがわしい監督風でした。風じゃった、はい、あそういえばね、ええ、ラブライブ僕ね、はい、今 Hulu で見えるじゃないですか。ああ、あの見ましたよ。ちょっといい話でしょ。もうボロ泣きだったよ。でしょ俺もねガンガン泣いたよ。ガンガン泣くよ。え、全部見た？全部見ました。2期も2期もどの、え、誰推し？え、てか結果、うん、マキちゃんが一番可愛いじゃん。あのね、お前なんど、あのアニメのどこを見てたの？逆に聞いて。いや俺はね、マキちゃんも好きだよ。ああ。ただニコちゃんマキちゃんはもうセットみたいなところあるのよ。そうなの？もう公式カップリングなのよ。そうなの？そうよ、見てたらわかるでしょ。いやもう見てたもそうだけど、うん、え、でも割とさ、なんか、うん、あの、いや、と思いきや、なんか結構さ、うん、あの、割と、他の子とも割と絡みあるじゃない、普通に。マキちゃんが？マキちゃん。まあ、マキちゃんに関してはどうだろう。まあ、いやいやいや、ニコマキが正義なんですって。言うて。言うて？まあ、でもマキちゃん良かったな。いや、マキちゃんはね、なんかね、うん、キャラクターがいいよね。サンタを信じてたり。そう。そういうなんかこう、やっぱね、女子にも男子にも人気なのよ。ああ、そうなんだ。うん、てかね、マキちゃんはね、なんか俺見てなかった時から、だから渋谷にさ、超でかい広告とかあったじゃん。あったじゃん。その時から、あーもうこの子、かわいい。かわいいなって思ってたけど、やっぱかわいかったよね。かわいいよ。かわいいよ。かわいいよ、そんな。逆になんか、ニコちゃん割とこう、ちょっとかませ犬的なところが。うん、俺はそこが好きなの。そのなんかもう、う言ったらもう一番アイドルなんだよ、あの子が。あー、なるほどね。なのに、うんうん、なんかその報われない、うんうんうん、なんか落ち要因みたいな扱われ方をしたり、うん、そういうところがもう大好きだね。ああ、なるほどね、うん、で、なんか意外と家庭的な一面もあるのよ。ああ、あるね。一番多分料理できるからな。ああ、そうだよね。そうよ。でも小鳥ちゃんとかでも、まあ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 できそうだね。できそうだよね。いやでも、うん、だって妹もいて、はいはい、弟もいてよ。ダッシュ。階段登る。登れ。これ勝ったでしょ。いけ。なんかさ、あの赤いやつ何？赤いやつ？なんか目が赤いやついなかった。あれね、ボスなんですよね。この電撃、あのボスの攻撃。あ、そうなの？うん。ボスっていうか中ボス？あの幽霊たちの親玉みたいな。ええー。そう、そんなの。なんかいる、なんかいる。あ、はい。これが話しかけると。どれよこれ。これね。守りが。いいでしょう。しかも後ろから。後ろから。裏切り者は後ろからだ。おらー、燃えろー。来いこの野郎が。これがあの子の分だ。ハハ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 。YouTube チャンネルジャパニビスタでは僕たちメンバーそれぞれが様々なジャンルの動画を続々更新中。チャンネル登録よろしくお願いします。